ご用意しました。大分の甘酒ね、はい、甘酒なんですけれども、あのお好きなおチョコをお選びいただきます。はい、それでもお好きな、はい、こちらで、ではお次します。ケンタちゃんはどれでいい？うん、一つ選んでちょうだい。それか船間さんに、あの、ね、なんか、ね、あの一つ選んでください。ブルーの僕に合ってるの、はい、キリコがお似合いかなと、はいはい、どういうようにお似合いと思ってるんですか？基本的にちょっと私がこの中で一番好きなキリコでした。あ、それなるほど。これか、そうですね、これかこれかなと思った、うん、まあ、これはねちょっと女性用なので、はい、はいはい、あとはあの白なので透明よりはちょっとこのブルーが入った方が綺麗かなと思いまして、はい、はい、それでは後ほど乾杯されてください。はい、はい、ではお待たせいたしました。ではですね、お二人様の上段にあの白い封筒でお品書きをご用意しておりますので、はい、お品書きって何？はい、これお品書きいろいろ、ああメニューね、メニューです。なるほど、オッケー。はい、どうぞ封をお開けいただいてですね、はい、これ引っ付いてる、あ、ちょっとお手紙風にしてます。はい、はい、それではまず前菜先付けをですね、竹の食器に一点盛りにしております。まず上段に先ほどのね奥様の牛と豚がお苦手ということでした、まあ、馬は挑戦したいということで、はい、挑戦したい、はい、馬肉、熊本はの馬肉がとても新鮮で、はい、赤身でですね、とても召し上がりやすい、はい、はい、馬肉ですが、こちらルッコラとアルファルファという、ね、うん、お野菜、とても体にいいお野菜ご用意しています。こちらの馬刺しは右手にですね、ニラとトマトの入りました中華ソース、はい、こちらを上から注いでもいいですし、これにつけて召し上がっていただく、馬肉に、はい、お好みで、はい、召し上がってください、はい、で青いグラスの中には枝豆のすり流しでございます。こちらも飲むようにして召し上がってください、はい、あとは季節ものですね、3月1日から、あ違いますね、もう明日です、おとといぐらいからも春メニューになりまして、春鯛の桜寿司と、どこ中央にですね、真ん中の白い、はい、真ん中の白いお魚が春鯛の巻いてあるのね、桜寿司、桜寿司です、はい、あとはヒラメの錦糸巻き、その手前ですね、あの卵で巻いてあるやつ、okay. はい、で旦那様には黒豚の黒酢焼きです、はい、で奥様は黒あの豚が苦手ということで鮎の甘露煮、はい、はい、で錦糸巻きですね、はい、あと小さなカゴの中に、はい、あのタラノメのウニ焼きでございます。タラノメね、ご旬でございますので、はい、あとマスの中にの鳥以外小さいマスの中鳥です、はい、あとトコブシとトコブシね、はい、アワビみたいな形したやつがトコブシ、はい、あと冠地鶏のこちらがですね、ピカタピカタ、はい、あの卵で絡めた、はい、冠地鶏のピカタ、ね、ピカタ、この左のやつ、右の、あの、はい、黄色いやつ、卵で、焼いてあるやつ、卵で焼いてあって、なんかトマトソースみたいなのがついてるのがピカタ、これ違う、シソリダイ手前ですね、はい、これ、はい、オッケー、あと鳥ね、はい、あとパンの上に乗せてますのがあのベーコンなんですけども、なんか奥様にはあのちょっと確認し忘れてましたね、なんかベーコンではないものが、はい、はい、乗せてます、ネーズ焼きですね、パン、はい、パンがあるでしょ、パンの、はい、はい、以上で、で、はい、この缶に入ってるものはえこれだから、それトコブシ、トコブシのネーズ焼きですね、アワビみたいな形のやつだ、外節っていうの、トコブシ、あの貝です、貝の小さい、あ、トコブシっていう貝なのね、はい、はい、あのアワビの小さいあのこの形をしました、アワビとはまた違ってですね、小さい貝があるんですけど、うん、トコブシという貝、トコブシでどういう味付けなんですか、はい、ネーズ焼き、マヨネーズでネーズ焼き、はい、あ、なるほどね、はい、絡めたものですね、はい、またあのお品書きとね照らし合わせながらゆっくりと召し上がってくださいませ、でこれはこちらが後ほどお持ちします。あ、そう。旦那様にはあの牛のしゃぶしゃぶ。ああ、オッケーオッケー。奥様には今日タイのしゃぶしゃぶをしていただきます。
お野菜とお肉とお魚を後ほどお持ちいたしますので、はいはい、まずはこちらの前菜先付けから召し上がってくださいませ、はい、で右手のお醤油はこの後お持ちしますお作りでお使いいただきますので、はい、で手前におしぼりご用意してます、はいはい、こちらをお使いくださいませ、はい、いただきます。この後はですねお吸い物と、はい、順次お持ちいたしますので、はい、こちらからゆっくり召し上がってくださいませ。船間さんと浜田さんでした、はい、いただきますありがとう、はい、2コース目です、はい、まず こっちから、はい、じゃあ開けましょうか、なんとか、はい、こちらがお吸い物の五豆腐吉野仕立てですね。たけのこやきくらげ人参をちょっとあんかけにしましてご用意しております。温かいうちに召し上がってください。何豆腐ですか。あの吉野五豆腐というですね、五豆腐というとお豆腐ですね。お豆腐、はい、あの吉野仕立てというあのこういった巾着にしたあのお豆腐です。はい、で中央のお作りでございますが、はい、はい、まずアワビですね、これね、アワビ、はい、でどこからのご存知ですか。うちはですね別府湾から水揚げされましたお作り、毎朝届けていただいているので山あいですけどとっても新鮮です。はい、その手前、ま、中央ですね、ではヒラメです。はい、はい、ヒラメ白いのね、はい、はい、その右手前こちらですね、はい、こちらがカンパチ、カンパチ、はい、オッケー、その左がウニ、はい、どこのですか。もちろん熊本、大分の、大分のウニね、はい、ウニです。全てあの大分の水揚げされた、で手前がホタテ、でマグロ、一番上にあの車エビ、奥様にはあのクエをご用意しております。クエ、はい、クエはねあの高級魚で、はい、なかなか珍しい、タイの一種です、はい、タイのか、タイの一種、クエはねまた違いますね、結構大きい、はい、お魚です。はい、はい、あのちょっとねずんぐりむっくりしたクエ、船間さん、あの、はい、おっしゃってるのはこれ全部地元っていうか大分、大分県産の、素晴らしいね、はい、うん、大分はね結構フグとか、あの関アジ、関サバとかですね、お魚がちょっとでも有名なところですね。かつちょっとクエをちょっと取ってこっちに持ってきて、クエだ、あのクエだけ、いやいや、あのできないから、綺麗にできないから、 あ、こちらの方でいいです、ありがとう。クエのカゴに乗せておりますの、クエですね。これがクエね。左曲がってる。これクエね。クエです。素晴らしい。楽しみだ。あとあの季節のね、こごみを添えております。こごみ、くるくるとなったこの青い。こごみ。こごみと言いまして。わらびじゃない。こごみなんですよ。もう春のお野菜ですね。くるくるってなったやつ。こぼみ、はい、こぼみという山菜ですね、もうそろそろね山菜が美味しい時期で、このお豆腐はなんか、どうしてこんなにもちもちして、ご豆腐というお豆腐です。ご豆腐、ご汁のごと書いてですね、これは熊本の、熊本のというかですね、九州の、まあ、九州の、初めての食感、そうですね、なかなかあまり私も初めて聞きましたけど、はい、ちょっとあのお野菜と一緒に作ってますので、はいはい、温かいうちに、ありがとう、はい、では旦那様の左手に、はい、静岡県産のわさびを、あ、はい、添えております。はい、はい、静岡はねあのわさびがとても有名なんです、日本でも、そのわさびをこの、 あのサメ肌で力強く円を描くように擦っていただいて、はい、うんうん、わさび、擦ったわさびはこちらに、はい、であのお醤油がですね、どこだ、お醤油、あ、お醤油下げてるんですかね、あ、浜田さんお醤油下げたみたいです、お刺身で、はい、それをつけて食べるわけね、はい、お醤油お持ちしますね、わかりました、はい、で、お刺身なんですけれども、わさびはあの皆さんねお醤油に溶かしたりするんですけれども、直接お魚につけて、わさびを、あ、お醤油ちょっとつけて召し上がっていただいた方が、はい、あのわさびの香りととても体にいいんですけど、あの、お醤油に溶けてしまいますので、直接、はい、はい、あのお作りつけられた方が美味しいですね。はい、わ、はい、かりました。それはどのお作りでも同じように、はい、はい、一緒です。はい、わ、はい、かりました。熊本、あ、失礼しました。今ですね、あのうち鳥取牛を一頭買いしておりまして、その、あの部位ですね。はい、
もうあのうちでスライスしたてのお肉なんですけど、鳥取県、鳥取牛、鳥取県の鳥取牛です。鳥取県の鳥取牛、はい、もうあのうち一頭買いしてるんですね。一頭で、うん、はい、それで3日目あのすき焼きですが、そのすき焼きもスライスしたてのお肉が参ります、はい、うん、それは A5 の A5 ランクです。 A5 ランクの、はい、鳥取牛、ね、うん、はい、でどこの部分なんでしょうか。これはですね、かぶり、あ、失礼いたしました、ちょっと確認してますね、はい、ちょっと日によって違いますので、はい、はい、で、ポン酢をご用意してますので、今火をつけました。こちらはお野菜などをお入れいただいてですね、はい、まあ、しゃぶしゃぶしていただいて、はい、で、この魚は何でした。鯛です。鯛、はい、これは大分の、大分の鯛です。これ大分ですか、大分ですか。大分、大分ね、大分です。大分じゃなくて大分、大きいに分けるとか言って、大分、大分、じゃあ野菜を先に入れて、野菜をそうですね、火が通りない、で、まあ、肉とか魚のしゃぶしゃぶ、はい、うん、もう火が通るくらいですね。わかりました、うん、はい、ありがとう。あとあのポン酢にこちらのもみじおろしとおネギをお好みで入れて召し上がってくださいませ、はい、はい、ありがとう、はい、この、はい、お願いします。それではですね、今お持ちしました丸い竹の器にご用意してますのが、はい、あの上段にタイの山椒焼きでございます。あ、これがタイの山椒、山椒焼き、はい、あとアワビのつぼ焼き、あ、すみません、サザエのつぼ焼きでございます、はい、で左手には福さ焼きといいまして、グリーンペースやあのし、あのキクラゲなど入った福さ焼き、卵でグッと締めたですね、グリーンピースと、グリーンピースとキクラゲなど、キクラゲですね、うん、はい、の卵焼き、はい、はい、卵焼きみたいな福さ焼きという、はい、あのまあそうですね、懐石とかによく使われるお料理でございます、うん、で煮物が炊き合わせですね、わらびやふき、しいたけ、かぶなど、あとかぼちゃですね、はい、あと上の桜の形をしたものがゆり根です、うん、はい、さっぱりといただけますのでね、菜の花などご用意してます。温かいうちに召し上がってくださいませ、はい、ありがとう、はい、はい、こちらがまずあのデミグラスソース仕立てのメンチカツでございますね。美味しいね、よかったね。うん、は、はい、もうこれ下げていいです。あ、はい、こちらが奥様用の伊勢海老のテルミドールでございますね。これも素晴らしい、うん、これはどこの伊勢海老かご存知。もちろん大分でございます、いや、何でもあるんですね。あ、もう何でもですね、このメンチもですよね、メンチカツの。うちであのミンチにしてあのコロッケに、コロッケ風にしたものですので、とても美味しいですよ。と人参と新じゃが、アスパラですね。何の肉のメンチですか。牛肉です。あ、どこの。あ、その鳥取牛ですね。鳥取牛、はい、一頭買いしたお肉をあのメンチにして、うーん、はい、うーん、で伊勢海老のテルミドール、伊勢海老のテルミドール、チーズで入っておりますね、はい、いただきます。で奥様には右手が、はい、あ、まだですよねまだですよね、はい、お邪魔します。はい、今休みません。じゃあまずこっちからね、はい、ではですね、熊本の和王牛という、ね、ブランド牛を使いましたお寿司と、上にはウニを乗せております。うん、左手が今日はヒラメの炙りのオリーブ添えでございます。オリーブ、はい、で奥様もご一緒に左がヒラメ、はい、右手はタイで
青のついたお魚が、はい、タイとウニ寄せでございますので、はい、こちらはお醤油もつけずにお様がパクッと召し上がっていただけます、はい、でこれは、はい、こちらがですねタケノコと新わかめの赤だしでございます、はい、最後の、はい、デザートでございます、はいではですね、竹の笹の形をしました器にまず左手にイチゴとホワイトチョコのムースです。はい、その隣にイチゴのとミルフィーユですね、タルト、はいはい、あとバニラのマカロン、あとバナナのパウンドケーキと、はい、うちのパティシエ手作りのデザートでございますので、ほうじ茶とご一緒に召し上がってくださいませ。あ、その方がそのはい、洋朝食のに、あの自慢のパンケーキや、フレンチトーストを作っております。 そっかうちのパティシエが今ですね3人いるんですよ、はい、でその方がもう代わって代わりで、はい、なるほどなるほど、3人もいらっしゃるんですか。そうなんです、12室の旅館で3人も、はい、3人もパティシエが、はい、これもこう1人があの全部考えたっていうよりチームで、うん、そうですね、皆さんで考えて作って、うんうん、であとはですね、うちはあのバームクーヘンも作っておりまして。